ジャンド・ジョアン・ビルジャンド・ジョアン・ビルは、シャンパーニュ博家の重臣で、第七回十字軍に従軍した。後に、ルイ9世の伝記、聖王、ルイの生涯を表し、伝記作家として後世に記憶される。シャンパーニュ博ティボー4世の宮廷で教育を受け、父の後を継ぎ、セネシャルとなった。彼は、適度に信心深く、1244年に、 ルイ9世が第7回十字軍を募るところに参加したが、十字軍の苦戦の中で、ルイ9世の治具を受け、次第に徴用されるようになった。特に解放されて、アッコンに到着した後、ルイ9世がフランスに帰るか止まるか諸公に相談した際、フランス諸公の多くが帰国することを望んだのに対し、唯一人現地に泊まることを主張した。 結果的に、類九世がこれを受け入れたため、以降、王の相談役、大官として活躍した。1254年に帰国した後は、シャンパーニュ博のセネシャルとして務め、1270年に、類九世が、第8回十字軍を起こした際も誘われたが、参加しなかった。類九世の死後、劣勢のための調査が始まった際、類九世を親しく知る者として、 ジョアン・ビルも1282年に証言を行っている。フランス王妃であり、シャンパーンニュハクとして主君でもあるジャンヌの命により、聖王、ルイの生涯の記述をはじめ、1309年に完成させてルイ10世に捧げている。聖王、ルイの生涯といっても、記述の大部分は第7回十字軍であり、筆者が直接見聞きしたことを記述したほか、 ルイ9世から直接聞いたと思われる逸話なども記述されており、重要な資料となっている。筆者はルイ9世に対してかなり率直な物言いをしており、これは進化ではないという立場や筆者の性格による面もあるが、当時の王と貴族の関係を反映していると言える。ありがとうございます。